聞こえていますか？まっすぐお進みください。 その完全の敵を撃ち、力を示すのです中へお入りください。ようこそ参られました、若き騎士様。私はセシリア、騎士様を神域へ導く者。本当によく参られました。さあ、 もっと顔をよく見せて。あなたのことを教えて。 そこ！それ！真理！優しく、温かく、力強い姿。私たち人は、 新しき神々と神民に多くを奪われ、今この瞬間も滅びに向かっています。それに抗う力こそが騎士なのです。滅びの時を避けるため、騎士に選ばれたあなたは、神域へ赴き、神々を倒さねばなりません。でも、いかに騎士に選ばれたとはいえ、すぐに神に挑むのは無謀と言えます。 神域は人の住めぬ地。あなたを導くものはありません。神域でもし、特別な力を秘めたアニマを手に入れることがあればお持ちなさい。私に何かできることがあるか、試してみましょう。神殺しの技、神技があるとはいえ、過信せず、できる限りの準備を心がけるのですよ。騎士だけが私たちの人の最後の希望。持てる力、持てる技、持てる可能性の全てを注ぎ、高き神を打ち滅ぼすことを願います。さあ、お行きなさい。あなたのなすべきことをなすために、まずはこの森を抜け、神域を目指すのです。まずはこの森を抜け、神域を目指すのです。まずはこの森を抜け、神域を目指すのです。古の時代、地上を焼き尽くす大いなる戦いの後、古き神はこの地を去る。新しき神々が降臨した。受胎する豊穣、ピオジリア、落雷の水場、ニオバニス、庇護する城郭、ランドルート、クルモ、アンカーバイン、救済者、エフーフパールーノ、教会の森、ノーザース。新しい神々は世界の選別による支配を行った。神々の庇護を受け、全てを持てる者、神民。選ばれし民は神域で長きにわたり幸福を享受していた。一方で神々から切り捨てられ、全てを失った者、先民。捨てられし民は世界から切り離された地で疲弊し、死を待つだけの時をた。しかしその中から神々に挑む者たちに現れた。神々を殺す技、真理を食い、自らを騎士と名乗るその者たちは、この支配からの解放を勝ち取るため神域へ足を踏み入れるのだ。はじめまして騎士様。私はアルトゥ。セシリア様から騎士様の補佐を言い使っています。騎士様はこれから神に挑むのですから、いろいろと準備しないといけません。こちらの古き神の像については知っていますか？古き神は、古の時代にこの地を去りましたが、今も私たち先民が信仰している神です。この地上には、古き神のエーテルが残っていて、今も人々に福音を授けてくれています。福音を授かるには、神域内の生物、物質から生み出されるアニマを集める必要があります。そして、集めたアニマを古き神の像に捧げることで、新たな福音を授かることができるのです。その他、物品の補給から武装の作成など、何でもこのアルトゥにお任せください。あ、でもお代はいただきますよ。仕入れもただじゃありませんからね。世の中世知辛いのです。それでは、何なりと申し付けください。サブクエストはいろんな方からの依頼の一覧です。皆さんお困りのようですし、お礼も用意されていますので、お時間がある時に確認してみてください。マテリアライズでは、武装の作成、強化、進化、アイテムのマテリアライズには、素材やアニマが必要ですので、ご注意くださいね。騎士様のサポートが務めとはいえ、私にも生活がありますからね。